可愛いって、え、こんなボッサボサのなんかもう、いや明らかにオフって感じの私、めっちゃボサボサやん髪の毛、こんなはずじゃなかったんやけど、なんかなんかやつれた、やつれてない？大丈夫？顔でかく見える。てかマスクでかいんやってこれマスクがねめちゃめちゃでかい。キッチンにいますよ。この半分が、半分いらない。写りめっちゃ気にして、いやなんかね、なんかボサボサだから髪の毛がちょっと恥ずかしいよね。しかもなんか今日前髪もねちょっと癖ついてるの。マスクでかい。でも外したら外したでちょっと恥ずかしいからマスクはつけとく。いや今日何もしてないけどなんかちょっと疲れちゃった。一応ねホルモンにするかカツにするか迷ってね、キャベツをさっき買ってきたの。でもなんかすごい疲れちゃってそれで響く。前髪が変なんだ、分かった。前髪が今日変だ。終わった、前髪が癖ついてるから、こっちに分かれるようになってる。ああ、ただでさえノーメイクでさ、あ、配信しとるのに悲しい。さあ今日はですね、カツ、カツにしました結局。なんかホルモンも良かったんですけど、ちょっとねお腹というか、なんか昨日が体調があんまりよろしくないのでなんかね、別になんか体調不良ってわけではないんだけど、なんかこうお腹が空かないなんかちょっと脂が、油、ホルモンだと油が重いかなと思ってカツにします今日は。なんで今日は揚げ物です、イエイ。いやまあとんかつも結構あれ、まあ油ってか揚げるからさ、油ではあるんだけど、いや別のものにしてもいいよ正直。あんまり体調がよろしくないんで。実際カツね4つあるんだ、4枚あるんだけど4枚も絶対食べきれない。2枚ぐらいで、多分2枚も食べきれるか2枚ぐらいでお腹いっぱいになっちゃいそう。油の質が違う、まあ確かにね、ホルモンはもう本当にギットギトやから、油え、でも早めに食べんともう衣とかつけてくれとるから、早めに食べんと悪くなっちゃうかなって思って今日どっちかにしようって思ったんやけど、
食べたいものはね別にないんだそんなただ早く食べないと悪くなっちゃうから食べようって思っただけ。どっちかをね。なんで揚げ物にします。またこれ大変だね、油が。換気扇つけまーす。冷やご飯1個あるんだけど、あ、水が弾いてる、タオルが。なんで？え？してるよ。したことない。寒いよ。あー、前髪が、ここがさ、こっち側に癖ついちゃってる。嫌いだわ。嫌い。
悪いけど。食べないから半分の半分。これ切った方が良くない？もったいないんだよね。使えない部分で。広っ。切ったら吸収性なくなっちゃうから。いいや。まだお家いっぱいあるし。料理よりも前髪気になるよ。これ大丈夫かな。ちょっと凍ってんだよね。やばい。やばいかな。前回でも大丈夫だったけどね、ちょっと凍ってる部分があってた。あってただ。火そんな強くないよ。あ、いけるいけるいける。油はね、いい温度なんやけど、ちょっと火弱めたから音がそんなになってないだけ。カツ揚げて、あ、揚げて、
チパチ鳴ってないから大丈夫なの。換気扇強風やったわ弱いけど今弱いやつなのに強風やわ。あっ油が箸の油がついちゃう別のところに。ここが見てここにちょっとできもんできる。カツはね本当はタルタルなんだけどね、今回タルタル持って帰ってきてないからね、今日はマヨネーズで食べるよ。ちょっと弱火にしすぎたかも、衣があんまりいい色してない。あ、いい感じいい感じ。今日は4枚だよ。1袋に4枚入れたの。だから4枚ずつ。もう1袋ある。昨日からってか結構前から頭痛いんだよね、ずっと。偏頭痛かな。なんか雨降りそうで降らないじゃん、今日とか特に。だからね、偏頭痛がずっと続いてる。頭痛い。カツ丼がいいな。私はそのまま食べるのが好き。うん、大丈夫だよ。もう慣れた。なんかこんな悪天候っていうか曇りの日は絶対頭痛くなるから。もう慣れちゃった。いい色では？良いのでは？もうカリッカリになっちゃったよ。もらっちゃった。ちょっと待ってね。ありがくま、モールちゃん、クマのぬいぐるみありがとう。ねんね、一人暮らしなのに家でもマスクしてるんだね。そうだよ、ノーメイクだから。この油は
冷やします。カリヤはめっちゃああひっつくひっつく。完成。一人暮らしだからっていう理由をつけて。挑戦してみてっていいよ。ん、また見えない熊説。え、嘘。あ、しゅんさん熊のぬいぐるみありがくま。しゅんさん熊のぬいぐるみありがとう。見えてた、私が見てなかっただけ、申し訳ねえ。みんなを移動させるよ。お茶と。早っ、ご飯6時半にご飯食べる、早い。待って、ご飯できてから単にサービス、え、何もしてない、何もしてないよ。ただただ単に自分のご飯食べるやつを見せてるだけ。こんな顔色悪い感じで、あの、いる。南郷炊いたら3合、いつも3合炊いて、あの、残りは冷やご飯、冷やご飯ってか冷凍してる。まだね、ピピー言ってないね。早く食べたいのだけど。
水に浸しとったからラップがみずみずしい。オッケー、食べれるぞ食べれるぞ。危な、配信停止をすとこだった今。いた、ポキってた。はい、いつもの定位置。よいしょ。マヨネーズ。今日はタルタルじゃなくてマヨネーズで食べます。クマのぬいぐるみありがとう。クマ宮直さん、クマのぬいぐるみありがとう。ちょっと待って、あのね、前髪をさ、あのね、美容院で切ってからね、前髪が浮くんよ、押さえとっても。もうこうやって押さえとるんやけどさ、見て。もうこれで食べる、前髪が浮くから。なんかめっちゃ年齢いじられとるし、何？
ょっと冷たかったこれまだ。ラップしてきたあれ、うん、ご飯ご飯はね一口でかいよ私。おかずに対してご飯の方が多く食べちゃうからいつも。あっくい。うまっ。おいしい。最高。やっぱご飯食べてる時が一番幸せだわ。ちょっと揚げすぎたね。おいしい。ちょっと収まったね。衣が変なとこ入ってます。野菜？野菜あるよ。うん、お箸あるけどね、ちょっと洗うのめんどくさくていつも割り箸で食べる。
あふぅ。ティッシュをね台にしてるから今あの、この配信の高さがちょうどなくあのちょうどいいようにゲンマイ茶美味しいし食べ物も美味しいし幸せだ。玄米茶おいしい。昨日さ、公演踊る前にさ、体重測定があったんやけど、最近顔丸いから絶対太ってるだろうなと思ったら減ってた。いっぱい食べてんのに。なんで？顔は丸いのにな。なんか大食いっていうなんかイメージついてるかもしれんけど全然大食いじゃないよ。食べ放題とか言っても元取れない人やもん。前に体重測定って何の拷問ですかね。なんか急に体重測りますって言われてえみたいな。一口がでかいからなんかそういう大食いみたいなイメージついてんのかな。なんかこっちの方がいいかも。こっちなんか顔色めっちゃ悪く見えん。あんま変わらん。顔の肉がなくなってほしいです。あ、筋肉が落ちたからかな。顔は丸いんやけどな。
なんか最近にんって笑った時によく思う、あ、丸いな顔って。あ、もともと丸顔っていうのもあるんだけどさ、形的に。うん、私頭めっちゃ丸い、だから頭の形綺麗ってめっちゃメイクさんとかに言われる。なんかさ、食べてるの見られるのってめっちゃ恥ずかしいよね。私口にめっちゃ入れちゃう人だからさ、なんか顔が崩壊してる。食べながら？全然いいよ。確かに、なんか2500人にこんななんかご飯食べてるだけの配信を見られるのすごい恥ずかしい。え、そう考えたらちょっと恥ずかしくなってきた。まあいっか。うん。だってノーメイクでさ、泣いた時はもうなんかもう感情が爆発してたから。でも累計だから、これこの人数、今 Now でこれだけの人が見てるよってわけじゃないから、多分 Now で見てる人は半分もいないと思う。なんか星集めとかで入ってきてくれてる方とかもいるから、
マインド TDC のステージで飯食ってるようなもんやば、そう考えたらやばいね、私すごいことしてるね今。でも本当にあの何、累計がこれぐらいってだけで、ナウで見てる人って本当一部だからマジで。何百人もいるかいないか、100人いたらいいなってぐらいだよきっと。だから公演より少ないよ多分ナウで見てる人は。あ、お茶なくなった、お茶作んなきゃ。あと1枚勝つ、ちょっとお腹いっぱいになってきたけど、あと1枚食べよ。もしかしたら全員な、いや全員なはさすがにないよ。だって100人単位で増えていくんだよこの累計のやつ。そんなにいたらコメント止まったりしないでしょ。最近見ていてお腹が空く配信が多い。そう、マキタいらっしゃい。うん、なんかご飯食べる前まで、わやばいマジでお腹いっぱいかも、今日食べれんかもとか思ってたけど、やっぱ匂いを嗅いだらお腹すくね。そういうもんじゃない、でもそういう時あるくない、なんか気分的に、あ全然今お腹空いてないわってあるけど、なんかご飯食べに行ったりしたらめちゃめちゃ食べれる意外と。そういう感じ。うん、あ、潜ってる方もいると思う。見てるけどコメントしてないよって人。してくれたら会話できるのにね。あ。あかんよ。潜ってる方です、こんばんは。さっきからいるやん。次はもつ鍋配信。うん、もつ鍋配信もできるよ。やろうと思えば。あ、でもニンニクないや。初見マーク欲しい。え、初見マークあるくない？初見とか初心者って、あのなんか名前の横にある人たまにおるよね。今日はマスクない。あ、マスクさっきまでしてたけど、今ご飯食べてるからマスクしてないだけ。バリバリノーメイクなんで、スクショは各自だけでお願いします。まあ、あんまりしてほしくないけど、ご飯食べてる時初見に戻りたいって意味？あ、そういうこと？煮物いいな。
公演ね、終わった人が来てるね。お疲れ様です。ごめんね、なんかあんな、そんな公演のキラキラした後にこんななんか芋っぽい配信を見せてすいません。すっぴんで20代の女がただただご飯食べるだけの。田舎丸だし恥ずかしいんだけど、公演の後にさ、あんなみんなキラキラしてめちゃめちゃ可愛い後にさ、こんなノーメイクのただただご飯食べるだけの配信見られるの。いや、いいよ別に好きに見てくれていいんだけど、なんか恥ずかしい。カツコ夜って書き込みがボスになる。え、やめてよ、広めないで、お願いだから。まったりさせて、もうあのあんまり公にしたくないの。ヒレカツじゃない、チキンカツ。広めないでほしいんだけど、恥ずかしい。なんかもうちょっとちゃんとした時に広めてほしい。バリバリすっぴんですわ。ね、ノーメイクなのにさ、スクショあげられてんだけど。最悪。やだ、消していただきたい。ごちゃんのスクショ笑いました。いや、分からんけど見てないから。なんかさ、なんでこの写真載せるのっていう写真を載せててさ、誰に広めたいのか分かんないんだけど。しかも私のことフォローしてない人が上げてんだよね、どういうこと。マジ意味わからん、どういうこと。今すぐ消してほしい。ご丁寧にタグ付けされてるけど。別に悪いことは書いてないんだからさ、あ、書いてないからさ、いいんだけどさ、写真がちょっと悪意あるよね。フォローされてないんだよね。フォローしてったら許そうかなと思ったけど、フォローされてない、ツイッター。
いや可愛くないよ。みんなは推しフィルターかかってるから可愛いって思うだけで、それをね流れてきた時にたまたま見た人がさ可愛いって思うかって話よ。あの顔だってなんか普通に目つぶってるさ顔を上げられてた。推しじゃないけどセリナは可愛い。一言余計ないよ。ありがとう。お芋推しって書いてるもんね。おもろい。じゃあ鼻水た。このさこの見て、この写真を見てさ誰が可愛いって思う？バリ変な顔やん。可愛くないよ。虫さんも伝わらん。だからノーメイクの時にあんまりしたくないんだよね。料理配信。まあ今日メイクできなかったからしょうがないけどさ。あれ怒ってないけど。ね、乗せる意味があるのかって話。こだわり？こだわりではないけどなんか、誰がどう見てもこれはちょっとって思うくない？あの顔は。まあ、しょうがないけどね。やっぱ、スクショ禁止っていうテロップにすればよかった。
もう食べてる時はさ、食べるのに夢中だから本当。もう速攻マスクしよう。まあ、マスクがでかい。そして今日のマスクはでかめ。ごちそうさまでした。もう見えないとこにご飯粒が大変。ご飯粒、食べた、完食。初見です、こんばんは。お、寒い。換気扇つけてるから寒いよ。ヒヤッとする。お腹いっぱいだ。え、もう1時間経った早っ。そっか、6時、まあ6時1分から始めたね今日は。細かく言えばあとはお風呂入って寝るだけ。うん、上着着よう、寒い。好き嫌いあるよ。魚介類が苦手全般的に。貝類が特に食べれない。なんか味が苦手で食べきらん。寒い。カニは好きよ。カニとか、まあ、マグロとかは好き。でも貝類はマジで一個も食べれん。ね、昨日も魚の話したね。なんで魚の話になったか覚えてないけど。いや、ホタテもね、なんかバター焼きとか美味しそうやなって思うけど、あんまり好きじゃない苦手です。味が、貝の味が苦手です寒い。え、今日なんでこんな寒い。あ、動物の森の話か魚。え、そんな話したっけ。動物の森の話から魚の話とかしたっけ昨日全然覚えてない妹から連絡来てる。なんで？結構寒いね。今日なんか寒いね、めっちゃ。ヒヤッとする。カキフライ食べまくりました。いいと思います。私は苦手なんで食べれない。しかもカキってさ、なんか当たったりするじゃん。あれ怖いよね今日めっちゃずっと曇ってたね。なんか天気、なんか雨降りそうで降らなかったけど寒い
うん、しゃっくりじゃないから大丈夫。カニ？カニも当たることってあるんや。初めて知った。貝類だけやと思ってた。寒い。まあ何でも生は怖いよね。お肉とかもさ。蚊に当たるとやばいんだ。へえ。おいしい玄米茶。前髪が一気に、あ待って、めっちゃ、あなんかホエイさんの読んでないな。ホエイさん、クマのぬいぐるみありがくま。ホエイさん、クマのぬいぐるみありがとう。全然見えてなかったです、申し訳ない。チキンカツ美味しかった。早くレッドの公園行きたいなってね。来てください、ぜひ。今はちょっとまだ難しいかもしれないけど。玄米茶買ってきてから茶葉がなかなか減らない？それっていいことなのか？あ、分かってなかった。いやでも私はちゃんと読んだ。なんかね、今月はね、やっぱこっちではもう緊急事態宣言が解除されたんで、まあまだその注意はしなきゃいけないけど、結構ねいろいろな予定を立てているところです。食べ終わったけどまだ食べるになってる。そういえば食べた。ちょっとね、その今までっていうか、その緊急事態宣言でできなかったこと、なんか別にそう大人数で集まるとかじゃなくて、自分磨きみたいなものをね、スクショあげるなにしとけば。いやもういいよ、もうだってあげちゃってるし、もういい。てかなんか配信でやっぱりノーメイクの時はあんまりとか、スクショを載せないでいただきたいですっていうのをはね、毎回言ってるわけじゃないから、やっぱりこう初めて見に来た人とかさ、たまにしか見に来ない人とかはさ、その配信を見て絶対見てるわけじゃないじゃん。なんか最初ら辺に言ったんやけど、でもその配信を絶対見てるわけじゃないから、まああげちゃう人がいてもしょうがないよねって感じではあるんだけど、
そうそう、まあ私推しじゃない人とかもさ、やっぱりこうちらっと見に来るわけじゃないですか、たまにとはいえ。でまあね、あげてる人とかも、でも最近はねなかったんだけどね、みんななんか結構遠慮して遠慮してというかその配慮してくれてる部分があったからありがたいなって思いながらも、でもメイクしてる時とかねたまにあげてくれてたりとかして、あみんなちゃんと聞いてくれてるんだなって思ってた矢先にこれですよまあ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 、動画もね本当はねダメだから、ツイッターとかにあげるのそれもやめていただきたいんですけど、本当はね映像倉庫っていうのがちゃんとあるので、そこでねあの見返す人は見返してほしいんですけど、なんかたまにこう切り取ってそこだけ載せちゃうみたいな、私がこうやって怒ってると、怒ってるっていうか私怒ってないけど、なんかこう言ってる、なんかこう怒ってましたよみたいな、せいちゃんが怒ってたよみたいな感じでツイートしてる人とかをたまに見かけるので、それはちょっとやめていただきたいなと思いますね。うん、そんなあのむちゃむちゃきれい、もう絶対に許さないとかじゃないよ、怒ってないんだけど、そういうのを見て不快に思っちゃう人とかもいるから、やめようねって話、みんなで気をつけようねって話あ、せりちゃんうどんさん、クマのぬいぐるみありがくま、せりちゃんうどんさん、クマのぬいぐるみありがとう、映像倉庫解約しちゃったそんなことを公に言っちゃダメだよ、本気で怒ったら泣くタイプ、いやもうなんかもういいや、はいはいはいってなる、多分分からん、本気で怒ったことない、あんまりなんかこうもうほんとにマジでうざみたいなことはないうん、また乗せられてるし、なんやねんもうやめてよこの顔みたいな感じ、ノリ的にはあのツイッターに対してはねあまた乗せられてるわもうやめてよみたいな、この顔見て誰が喜ぶんよみたいなそんな感じですよ、なんか怒ってるわけじゃないんだけどうん、気をつけてねって話です。こんばんは、いや気をつけてくれてる人は気をつけてるからさ、なんかあんまりそのねぐち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 言いたくないんだけど、てか大半の人は守ってくれてるしね、ずっと見に来てくれてる人とかは守ってくれてるけどさ、たまにしか来ない人とか、いや嬉しいよ、見に来てくれるのはすごいありがたいしね、嬉しいんだけど、なぜこれをっていうチョイスはやめてほしいなってこと目つぶってたりなんか半目だったり変な顔してる時にスクショ撮ってそれをなんかこう載せるみたいな、あの布教活動はすごい嬉しいんですよ。あ、シリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま、シリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう、なんかその毎回ね
私のおはようツイートのところおはようツイートした時にそれを引用リツイートして、あのなんかやってくれてる方いるんですよ、ショールーム毎日配信してますよみたいな宣伝みたいな感じで。そういうね、布教活動はすごいありがたいし、こちらもすごく感謝してるんですけど、その本当にたまにしか見に来ない人がね、そういうなんかこう変な顔を上げちゃうとさ、誰も得しないじゃん。やっぱ女の子なんでね、可愛いって思ってもらえることはすごい嬉しいし、自分の自信にもつながるわけですよ。なのになんかこう、まあね、そのまあ私が食べてる時とか変な顔してるとはいえ、それをなんかこうあげられちゃうとさ、なんかこう恥ずかしいというかさ、あーやめてーってなる。デデちゃんクマのぬいぐるみありがくま、デデちゃんクマのぬいぐるみありがとう。そうなので、セクシータイムはありません。何ですかそれは、初めて聞いたけど。おじさんも可愛い思われたら嬉しい。おじさんもじゃあ可愛くいいよ。みんなが可愛い世界ならじゃ。ケイさんクマのぬいぐるみありがくま、ケイさんクマのぬいぐるみありがとう。可愛い姿は脳内に残す系です。いいね、目に焼き付けるタイプ。鼻がかゆい、マスクしてたら鼻かゆいんだよね。あ、お疲れ様です。なんかすごいなんかあの関係者の方でお疲れ様です。この写真見て誰が可愛いって思うの、マジで。この4枚、マジで謎なんだけど、あげた人の心情をちょっと疑いたい。自分で揚げ物したのって、うん、マスク衛生的。あげた人はね、多分見てないと思いますよ。もうその一瞬だけ見て出てたと思います、きっと。だって何もしてくれてないもん。消すとか何もしてくれてないから。また前髪がちょっとずつ浮いてきてる、やばい。次の配信はね、またいつかなんか作ろうかなって思うけど、うん、まだ決めてない。10、ああですよね、ああですよね、やっぱ12に入れられちゃいますよね、そうですよね。最悪だ、ああ最悪だ、もう絶対そうやと思ったわ。やっぱ12に入れられるよね、しょうがないけど、まあまあまあいいでしょう。
そう、なんかね12予定が入ってて、普通に市場ので、先にマネージャーさんにちょっとこの日開けてほしいんですけどって言ってたんやけど、生写真撮影がちょうどなんかこう入るかもしれないから、なんかでもマネージャーさんたちがいつもその交番を作ってくれてるのね、この日にこの子を撮影してみたいな。なんで、あ、なんでってか、で、あの10日できれば10日がいいですみたいな言ったけど、なんかちょっとまだ分かんないって言われて今来たけど交番が12に入ってた。まあでもこれはよくあることなんでね、なんかもう、あ、やっぱそうですよねみたいな感じ。ですよねってやつ、そう。あ、うん、12日そのなんかそういう一日中撮影とかじゃないよ普通にできるけど、自分が頑張れば早く終わるけど、まあね、社会人って難しいよねみんな。そうか、ってことはなんかいっぱい来てる。うんうんうん、難しいよ。はい、まあ分かってたけどさ、なんか予定を立てづらいんだよね本当に。うん、まだ分かんないねって言われることが多いから、この日にこれ入れたいけどでもな、何が入るか分かんないしなっていつも思ってる。で、まあ案の定一緒にかぶっちゃ、仕事とその市場が被っちゃっていけないっていうことが多々ある。ピエかゆ。そう、メンバーが多いからね、やっぱマネージャーさんがメンバー多いのに対してマネージャーさんが結構まあ少ない方だから、まあどうだろう、 HKT 多い方なのかな。まあまあ各チームに一人ずつぐらいはいるのは多い方ではあるのかな。有給休暇があったらいいのね。ないよ私たちには有給休暇なんてものはまあその分なんかこうね、普通に公演ない日とかは休みだったりするから、そういうの1年目からどういうこと？スケジュールの調整みたいな。そりゃもう
まあでも1年目っていうか最初らへんはもうなんて言うんだろう、本当にいっぱいいろんなことしてたから、なんかそういう暇がなかった。なんか友達と遊ぶよりも仕事みたいな感じが多かった。うん、もう風邪ひいても仕事みたいな。あ、そうなんよね。歯医者とか美容院にマジで予約ってか、あのしとっても急に入っちゃうこととかあるから、あ、すいません、この日ちょっと仕事入っちゃったんでまた別の日に行きますみたいなのを歯医者にいつも連絡して、結局なんかなかなか行けないことが多い。私は今日も仕事してましたって、お疲れ様です。ね、あるあるすぎるよね。なんか予定がさ、そのね、結構その今月はこれですよ、で半分後半はこれですよみたいな、もう全部決まってるならさ、あ、じゃあこの日休みやからこの日に予定入れようかなみたいなできるけどさ、私たちの場合って急遽入る仕事とかも結構あるし、その公演とかもまあその一応予定は出るけどさ、変わったりするじゃん、たまにこうメンバーの都合とかで、でなんかその予定表に入ってないっていうか、まあマネージャーさんが入れ忘れてるだけなんだけど、そのマネージャーさんと共有してるカレンダーみたいのがあって、そこにマネージャーさんがなんかこうこの日公演とかこの日はこういう取材がありますよみたいなのをいつも入れてくれるんだけど、なんか入ってその3日前とかに急にポッて入ったりすることも結構あるから大変なんだよね。休業保障ってなんだ？分かんない。そうだから歯医者さんとかがちょっと大変だよね。私親知らず今生えてるんだけどさ、これをね早く抜きたいの。これのせいで結構今顔がねこうドーンってあのここどんどん出っ張ってきてるからさ、このここが親知らず生えてるとこだから余計に丸く見えちゃうのもあるんだけど、チャカさんクマのぬいぐるみありがくま、チャカさんクマのぬいぐるみありがとう。親知らずはね早く抜きたいんだけどさ、予定がさ、親知らずでもしさ顔パンパンに腫れるとすれば、人によって違うけどさ、腫れたり腫れなかったりする人もいるから、でもさ顔パンパンに腫れた次の日さ公演とかだったら大変じゃん。え、出れませんみたいな、痛くて出れませんみたいな感じになっちゃうじゃん。だから本当は親知らず抜くときはまあね、あの続く休み、まあちょっと何日間か休みがあったら行くみたいな感じなんだけど、多分まあやったことないか分かんないけど、まだ抜いてないし、でも私の親知らずまだそんなに伸びてない方だから、まだねちょっとしか出てきてないんだよね。4本はさすがにあれだよ、あの腫れちゃうよ、ぼっこし。そうそう、だから2日は余裕で2日は休みが取れるところにの前の日とかに休みっていうかそういうね歯を抜く予定を入れないといけないから、まあね、そうなった場合ちょっと休みが必要になるよね、3日間ぐらい。麻酔切れても痛いし動いても痛いし、多分ご飯も食べれないからさ痛すぎて、
親知らず、いやなんかね、なんかレントゲン撮ってもらったんやけど、なんかどんな風に生えてるとかは何も言われなくて、まだあんまり出てきてないからもうちょっと様子見ますねしか言われんかったでも私的には本当早く抜きたい。でもなんか抜いてもいいんだけど、抜くってなったらまだその歯茎の中にあるから、あるってかいる根っこがまだそんなか、あのもう抜けるように 出てきてるわけじゃないから、そうなった場合歯茎を切って取り出すっていうか抜かなきゃいけないって言われたから、それはちょっと嫌だなと思って、まあまだ今出てきてくれるのを待ってるんだけど、ね、切るのとか怖いよね痛々しい。でもなんか向きが横向きですねとか大変ですねみたいなのは何も言われなかったよだからまあ普通にまっすぐ生えてきてるんじゃないかなとは思うけど、まだそんなになんか出てきてないって感じ。でも早く抜きたいんだよね。だって絶対虫歯になる歯じゃん親知らずって。ガンガン叩いて取るの、痛そう痛そう。いやー痛そう、とっても痛そう考えただけで怖くなってくるね。土木工事まっすぐなら簡単、まあ確かに引っこ抜くだけやしな、それも痛いけど、いや親知らずなんで生えてきたのって感じだよ本当にいらないんだけどはないよ。ただ頭蓋骨ミシミシ落とした。どういうこと頭蓋骨がミシミシ言うのやばくない怖っ、みんな怖がらせに来るやん。芝はないけどマジでいらん。歯医者さんはあんまり怖いとは思わないな。緊張はするけどね、なんか変に、なんか口の中見られるのってちょっと恥ずかしくないかったら手を挙げてたら信じないあ大丈夫ですか、もうちょっとですよって言ってずっと続けられるかもしれない。金玉でそういう話あったら確かにあったね歯医者の話。
え、でも抜歯後絶対に腫れるっていう保証はないからね。人によってマジで違うよ。いや、歯医者で働いてた人がいるから分かるんだけど、言ってた、人によってマジで違うって。腫れない人もいるし、めちゃめちゃ腫れる人もいるって。うん、病院とかで、あ、セリちゃんとかないの？いや、ないね、今のところ。歯医者とか行ったけど、今のところないです。なんかそのファンの人に会ったとかはない、一回も。わかんない、私が気づいてないだけかもしれんけど。でもあれ、カフェとカフェってか、うん、私のよく行ってたカフェで、なんかその女の子が店員さんしてて、その時はなんかこう別に「あっ」みたいな反応はなかったんやけど、その商品をもらった時に書いてくれてたのあったよ。応援してますって、りぬちゃん、今日はお店に来てくれてありがとうございました、いつも応援してます、頑張ってくださいみたいな。カフェのなんかおしゃれなあれに書いてあった、手書きで。うん、スタバじゃないんだな。一回ストーリーにあげたことあるんだけどね、結構前に。スタバじゃないんだな。多分見てる人はわかる、昔から私のストーリーとか一回書いたことあるもんね。そう、ストーリーに書いた。こんばんは。びっくりしたよマジで。もらった時に、もらって、そのもうほんと帰る前に買ったからさ、もらって帰って、で見た時にさ、えみたいな、ファンの子だったのみたいな感じ。まあでも嬉しかったですね。やばい、もうあともう、もうちょっとで2時間話してることになる。カツも食べたし、そろそろお風呂に入ろうかな。明日は晴れですかね。そろそろ洗濯物を干したいですっていう主婦みたいなこと言ってみるけど、本当に干したいと思ってる。あ、明日は晴れのち曇りです。いつ晴れるんですか。あ、明日朝から晴れとるやん。明日ワンちゃん干せるのでは、お外に。やったー。あ、待って待って、14、いつ、何日ちょっとっけ。とは1時間見て8時ぐらいに終われる。あー微妙よし。降水確率 20%。 あー、まあ明日の朝起きて、夜じゃない、お外の様子を見てからしようかな。でもどっちみち洗濯物は回さんといけん、いかんけん、洗濯物はとりあえず回して朝起きて、そっから考えよう。いやでも曇ってたら結局さ、外に干してても乾かないからさ、晴
晴れてるとめちゃめちゃ早いんだよ乾くの。休みの日って本当にアイロンもするのもめんどくさいからちょっとダメだね。今日前髪しか前アイロンしてない。こういう晴れてくれると嬉しいけどな。バスタオルがねもうねすぐなくなっちゃう。今ねバスタオルね4枚もないんだよね。あ、違う、1,2,3,4枚ある。4枚はある。4枚1週間分は欲しいね7枚。いやそうなんだよね。なんか別に毎回毎回そのさ毎回お風呂入ったら取り替えてるわけじゃないんだけどさ、自分しか使わないし、まあ何回か使って洗濯するんだけどさ、それでも追いつかないんだよね。あ、もうバスタオルなくなるわ。ちっちゃいタオルもそんな持ってないからさ、あれもうないやんみたいな。あ、洗濯しなきゃってなるんだよねいつも。そうバスタオル干すのにスペースがいるから、まあでも何100均とかにあるからさ、バスタオル用のハンガーがそれ買ってるから干す場所は別にそんな取らないんだけど。一人暮らしあるある。あ、昨日そうや、昨日持って帰ってきたプレゼントまだ見てない、ちゃんと見よう後で。昨日の公演の時に持って帰ってきたプレゼントをまだ見てない。それみんなバスタオルって書いてるんかな。タオルってダメなんだ。タオル NG ワードなの、なんで。なんでなんで。すごっ、どうしてどうして、タオルって NG ワードだったの。なんでだろうねタオル。ずっと前から NG ワード。そうなの、マジ謎すぎ。腕も NG ワード、なんでそんな厳しいの。めちゃめちゃ判定厳しいじゃん。結構厳しめなんだね。ニキビもダメなの。なんでやろ。NG 一覧。確かに NG ワード。
お星様になりがち。みんなの打ったコメントが、えんえん、かなちいかなちい。呪術回戦、あ、まあ呪いとかのね、あの漢字は NG なのは分かるよ。AI が判断してんのかな。AI が判断して、お、珍しい、珍しい。妹がね、あ、うん、妹からなんか LINE が来とって、この日空いとるみたいな、予定空いとるみたいな来たけんね、どうしたとって言ったらね、ご飯食べいかんって珍しいって返信しちゃった。今のところ何もなし。20日までにじゃあ全部課題終わらせよう、頑張って。でもあと1個っていうか、1個のやつをめちゃめちゃ頑張ったら、他そんなにないんだよな課題今回。あんまり難しいようなやつね、予定が入らなければいいけど。恋人紹介だって、いやいや恋愛禁止なの知っとるし。いや多分普通になんか友達と、多分あの家の近くまで遊びに来るから、ご飯食べんって言っとる感じだと思うけどな。休みやからさ、土日とかはみんな、だから多分福岡の方まで遊びに来るんじゃないですか、天神とか。結構ね、休みの日いろんなとこ行ってるんですよ妹。なんかあのむーちゃん連れ出してどっか行ったりとか。そんなに賢くないよ、文中の全然違う意味でも星になるよ。AI ダメだね。あ、うちもちょっとこれそろそろ iPad 充電せんと、あと 10% ですとか出そう。 OK、 充電器さした、ありがとう、充電してくるって言ってくれて。充電器さしてないの忘れてた。ね、そろそろ2時間だね。もうそろそろ終わろうかな。配信じゃなくて、ランキングを読んで終わりたいと思います。ランキング、13位としぼうさん、12位 K さん、11位こまこまさん、10位すずともたんたんさん、9位モールちゃん、8位中野のけんじさん、7位おちゃんねるさん、6位ぶひーさん、5位ちゃかさん、4位セリサマさん、3位宮直さん、2位しゅんさん、そして1位がほえさんでした。ありがとうございます。はい、その他もコメントたくさんしてくださった皆さん、初見でここまで見てくださった方、ありがとうございました。イエイイエイ、おいしいカツを今日は食べれてとても大満足でございます。はい、ということで、最後に宣伝をして終わりたいと思います。私は今、毎日配信、ショールームで毎日配信というものをしておりましてですね、はい、なんと今63日目だっけ、今日で63日目に
なりました約2ヶ月ね、今続けている状態なので、もしよければね、ルームフォローまだしてないよって方は、ルームフォローをよろしくお願いします。私が配信開始をポチッと押した時にね、通知が来ますので、多分ここら辺になんかどっかあると思いますので、多分携帯の人は下ら辺にあります。なんでよければそちらをねポチッと押すと、ルームフォローされると思いますので、よろしくお願いします。そして続いて SNS、 あ、しゅんさんありがとう、いつもミラーボール投げてくれて、SNS はですね、 Twitter をまずやっております。 Twitter にはですね、おはようツイートというものをこちらも毎日しておりましてですね、まあ今もう半年以上続いてるのかな、結構前からやってるんですけど、そちらにね、今日の配信は何時からしますよっていうお知らせを書いておりますので、配信を見たいなって思ってる方はツイッターもね、ぜひ、まあ、見たくないって方もツイッターをぜひフォローしてほしいんですけどもぜひぜひツイッターフォローして、いいね、リツイート、コメント、反応何でもいいんでしていただけるととても喜びます。はい、そして2つ目、インスタグラムもアカウントがあります。公式マークインスタグラムは公式マークちゃんとついてます。はい、インスタグラムはですね、まあ投稿はまあぼちぼちって感じなんですけども、ストーリーをねよく最近は更新していますので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。フォローしてください。でストーリーはですね、コメントとかなんかスタンプを送れる機能がありまして、まあそれを DM として見れるんですけど、まあ承認はねちょっとできないんですけど、まあその個人でつながってるみたいな感じになっちゃうので承認はできないんですけど、みんながね書いてくれたコメントとか全部見れますので、見てますので、よければぜひメッセージ送ってください。ありがとう、しゅんさんギリギリミラーボールが切れるギリギリにちゃんと告知できましたありがとう。はい、以上が宣伝タイムでしたということで今日の配信はここまでとなります。累計ですが約6200人の方が見に来てくれました。ありがとうございました。素晴らしい。多分最初から最後まで多分潜ってコメントはしてないけど潜って見てたよって方もいると思うんですけどもね、私基本的にコメントを読んで会話をしてることが多いので、よければぜひ積極的にコメント欄に参加していただけると嬉しいなって思います。お話ししよう、いっぱい。なんか、まあ、読まれないね、たまにこうほんとチラッと見て目についたコメントをたまたま読んでるだけなんで、まあ、同じ人を連続で読んじゃったりとかしちゃう時もあるんですけど、別に無視してるわけじゃなくて、はい、メンタルを強く持ってコメントに参加していただけると嬉しいなって思います私もメンタル弱い方なんでね、なんかこう またコメント読まれんかった、あ、もうなんでやねんみたいな思うことあるけどでも無視してるわけじゃないので、本当にたまたま目についたやつを見てるだけなのではい、全然読みます全然気にしてない、あ、よかったです。心の広い方がたくさんいて嬉しい。まあ、確かにメンタル弱いとオタ活はやってられんよねはい、なのでぜひ積極的に参加してくれると嬉しいなと思います。ということで、今日の配信はここまででした。皆さんいろいろありがとうございました。またお料理配信をねいつかまたやると思うので、そちらもねツイッターにね今日はこういう配信しますよとか、まあ、雑談の時は特に何も書いてないんですけど、普通に喋るだけの時とかははい、今日は料理配信しますよとか、今日はゲーム配信しますよとか、最近ゲーム配信全然してない。ゲーム配信したらね、なんかみんなを置いてっちゃうからさ、
みんなに画面を共有してね、みんなも画面を見ながらさ反応とかできたらいいんだけどさ、ショールームはね、あの配信画面を映すっていうか、そういう共有するの禁止なので、残念なことに一応ゲーム配信枠みたいのはあるらしいんですけど、なんかその48グループはねちょっと著作権とかの問題で使えないので、私はゲーム配信したいけどみんなを置いていくのが嫌なので、もうちょっとゲーム配信はちょっと控えようかなって思っております。同じゲーム大好きなのに、はい、本当だよ、ゲーム画面出せたらどんだけ神配信になることか。まあね、いつか画面をね共有しながらみんなとゲーム配信ができたらいいなと思いながら、これからも毎日配信続けていきたいと思います。ということで、そろそろ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。また明日。